明覚寺は、京都府京都市上京区にある、日蓮宗の本山。三号は、具足山。立中が山院ある。明覚寺は1378年、姫によって創建された。日実は、元妙見寺の僧であったが、教義や後継問題をめぐる寺内の意見対立の、ため同時から離脱し、尾の明覚の外語により、四条をお宮に、明覚寺を建立した。 実質的な創立者は姫であるが、明覚寺では日蔵を解散、姫を養水としている。寺は1466年、近隣の本覚寺と合併し、地域を広げる。1483年には、足利義直の命により、二条衣棚に移転した。1536年の天文法家の乱狂に寺は、消失し、堺に避難した。その後、 1542年、小奈良天皇は、北紀州期落の臨時を下し、明覚寺は1548年、二条衣棚の旧地に再建された。この当時の明覚寺は、美の国の戦国大名、斉藤道蔵との関係が深く、父とされる松並正五郎は、明覚寺で特度しており、また、道蔵の四男は十九世の秘業である。 日に際は織田信長にとっては議定にあたり、信長は二十数回に及ぶ刑の滞在において、病覚寺を宿所としたケースは十八回に及び、本能寺に滞在したのは三回に過ぎない。1582年の本能寺の変の際、織田信長の嫡男、織田信忠は、病覚寺を宿所としていた。明智光秀の無本を知った信忠は寺を出て、明智勢を打つべく二条信御所へ向かうが、 果たせず自害する。明智軍によって信長と信忠が撃たれるに伴い、本能寺と二条信御書の一部が放火され消失したことが金見狂気日日記などに書かれているが、明覚寺がこの事件に遭難して消失したということを伝える資料は、現在のところ一つも確認できない。このため、明覚寺は、本能寺の辺では消失どころか無傷であった、可能性も指摘されている。 寺は1583年、豊臣秀吉の命により、現在の地に移転している。1595年、明覚寺21世の秘翼は、不樹伏せの立場から、秀吉が主催した宝光寺大仏の戦争供養への出資を拒み、秀吉に、法家、宗伊佐尾城を提出した。寺は1788年、天命の大化により消失するが、その後再建されている。 妙見寺、妙覚寺、立本寺の三寺はいずれも三号を愚足山と称し、竜下の三愚足と呼ばれている。近年は近くにある妙見寺や本峰寺と共に春秋の観光シーズンを中心に合同で特別公開を行っている。現重は86世、宮崎飢饉館樹、電子方園園頭寺ら。本堂日練習は、 昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。全名員、ありがとうございます。